生田チムは日本のレースクイーン、モデル、タレントである、新潟県柏崎市出身、イースマイル所属、愛称はチムちゃん。モデルとしての初仕事は2013年8月のサマーソニックのコンパニオン。同年11月には東京モーターショーに初参加。2014年ミスアクション2015候補生にエントリーするもグランプリ受賞はならなかった。 2015年のスーパー GT で、ジャロック・マネパラン・ボルギーニ・ウィズ・クロコ・クイーンを務め、レースクイーンデビュー。同年には、桶川スポーツランドのイメージガールにあたる、桶川サーキットレディとしての活動もあった。2016年は、スーパー対9で、フロンティア・キューティーズ、スーパー GT で、トメスポーツ・ベイビット・エンジェルスを兼任。同年12月、 スーパー耐イレースクイーン人気投票企画、ST ガール50の2代目グランプリに選ばれる。2017年1月、ネットアージュから E スマイルに事務所を移籍。この年は引き続きスーパー耐イのフロンティアキューティーズとして活動する一方、スーパー GT では、エイプリルハイブリッドビクトリアレースクイーンを務める。同年の S 体、R 級人気投票、ST ガールでは、 二年連続の年間グランプリを受賞した。2018年1月13日、東京オートサロン2018内で行われた日本レースクイーン大賞2017で R 級大賞5名の中に選ばれる。同年1月27日から1月28日の沖縄カスタムカー賞では、オーターサミと共に、賞事態の公式イメージガールを務めた。 2019年1月12日、東京オートサロン2019で開催された、グッドライド日本レースクイーン大賞2018で、レースクイーン大賞及び東京中日スポーツ賞を受賞。この年には、KCMG エンジェルスとして、スーパー耐久とスーパーフォーミュラの2カテゴリーで活動した。2020年1月11日、東京オートサロン2020で開催された。 グッドライド日本レースクイーン大賞2019で、レースクイーン大賞及び東京中日スポーツ賞を受賞。レースクイーン大賞は3年連続、東京中日スポーツ賞は2年連続の開挙となった。2021年2月1日、自身初の写真集、ポンを 3A より発売。同年2月16日、 e ースマイル所属者としては5年連続となる、オールテックレディに選ばれたことが発表された。2016年、東京ゲームショーにて2016年、東京オートサロンにて2017年、青井彩香、2018年、宮瀬七美、2019年、小山桃、2020年、武田美優。11月のオートポリス戦と12月の富士スピードウェイ戦のみ参加。他メンバー。 空風うまいき、小崎ハンナ、マあミ、このみ積水ハウス、東芝、ホンダギ健康業の合同ブース。共演、大田あさみ、小泉エレナ、辻エリカ、柴崎マナ、神戸舞、立花のカレン共演、桐谷るか、朝かいり花共演、石原美なし、宮島マリーナ、友のゆみ、春がすみ、微鈴、松本あずさ、長原め共演、藤田かすみ、月城、ゆり、 エミヤ。3月3日のみ出演。共演。稲森美優、南忍、五十川地保、草加もな、桜もエミ、夏原七子、南の帰り、宮本龍清瀬町、有馬彩香とも共演。雑誌動画。ありがとうございます。